イザムバード・キングダム・ブルネルは、イギリスのエンジニアである。グレート・ウェスタン鉄道の施設や車両を設計した技術者で、また、当時としては、大型の蒸気船を製作した。名のイザムバードを、アイザムバードと読むこともある。また、正のブルネルを、ブルーネルと表記することがあるが、英語読みでは、ブルーネルとなる。2002年、BBC が行った、100名の最も偉大な、 英国人投票で第2位となった。有名な技術者、サーマークイザムワードブルネルの息子で、イギリスのポーツマスに生まれ、フランスで教育を受けた。20歳で、父親のテムズ川のトンネル工事に技師として加わったが2年後出水事故で、負傷したためその仕事から離れた。1833年にロンドンとブリストルをつなぐ、グレートウェスタン鉄道の技師となり、橋梁。 トンネル、駅舎を設計し、監督した。グレートウェスタン鉄道は安定性と乗客の乗り心地の改善のために 2140mm の後期を採用した。優秀なデザインの鉄道車両や、鉄道施設などに贈呈される、ブルネル賞は彼に由来する。GWR、カイアンフリーキャッスルイザムバードは、管を設置して、管の中を外部の機関で廃棄して、 真空とし、列車の後方からの空気で駆動する、いわゆる真空チューブ列車に挑戦した。1847年から試験を行い、1848年の2月から9月まで運行された。シールその他の問題や、通常の蒸気機関の3倍近い費用など、不成功とされている。グレートイースタン号、1866年7月、イザムバードは、 大西洋横断のために、1837年に、当時世界最大の蒸気船グレートウェスタン号、1843年に、厚生の船体の蒸気船グレートブリーテンを建造した。そして1852年には、さらに巨大なグレートイースタンを建造した。グレートイースタン号は造船開始時から、事故や、会社倒産などの不運に見舞われた。造船後は、 大西洋航路へ就航したものの、速度の問題や、諸女航海時に、事故で、機関士が6人死亡したなどの事故などが発生し、結果的に客船としては、失敗に終わり、海底ケーブルの不接船として使われた。しかし結果として19世紀半ばにおける、大西洋横断電信ケーブル不接に、多大な功績をもたらしたとして特殊船の、歴史上特筆される存在となっている。 ただし、同線の主運転中の事故を聞いた病床のブルネルは、そのまま死亡してしまったため、同線のその後の活躍や辿る運命については知ることはなかった。ありがとうございます。